皆さんこんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。お、ひなちゃんお久しぶり。たまさんもこんにちは。きょうさんもいらっしゃい。あ、2週連続でマジで競馬場行くんですか。強激強や。すごいですね。すごい。お久しぶり。ラジオです。今日はラジオだよ。ラジオでもいいですか？今日は暇やったからこれで。よかった、いなちゃん。よかった。今日はバイトお休み。なみちゃんこんにちは。村木さんこんにちは。石田さんこんにちは。つよぽん、こんに、こんばんえみ、こんばんは。やんちゃけさんこんにちは。えみちって。こんにちは。いやいや、皆さんこんにちはです。お元気でしょうか。ゲリラ配信で申し訳ありません。今日も仕事サボってきましたよ。石田さんいつも仕事サボってるイメージついちゃった。あ、BS 仕事が開局した。 NMB 番組作ってほしい。え、できそうじゃないね。休みナイス。みっちゃんさんこんにちは。みんなこんにちは。くしゃみしそう。くしゃみしそう。くしゃみしそう。我慢しよう。いやみんな。そうだよな。ひなちゃんめっちゃ久しぶりな感じする。すごい久しぶり。アイリちゃんとか、福本さんとか、うんうんうん。なんかやってた？女フフィタさん、こんにちは。あ、上限7万人。結構や、7万人はほんなら。確かに。チーダンゴールナード日本決まる。あ、そうなんや。チーヒーすごい。1位様やからな、チーヒー。ほんまにお久しぶりすぎてびっくりしちゃう。びっくりしちゃう。元気やった？頑張って。私は毎日配信続けてんで。頑張ってる。頑張ってるよ。あー、競輪番組とかですね。なるほどね。見て、見た見た。なぎちゃんが大活躍してるって。なぎちゃんもうすごいよ。ずっと何にでも出てるよ。あれ、なんちの新アバターになってる。ほんとや。1レース前までに馬券買って待機しておかないと厳しそうやな。すごいね。めっちゃ朝早くなっちゃう。通知が2時間前ってなってる。え？通知が2時間前とは？オールナイト日本クロス、放送時間がてっぺんやから。なるほど。なぎちゃん会ってないよ。会ってないね。つよぽん、つよぽんさんは愛理さんのお家にはこの間お泊まりに行ったの。目黒記念もあるからね。もうノリノリやな。ノリノリ吉村さん、ノリノリ。ノリノリや。バイト終わってスマホ見たら通知が何時間前ってなってたはーっていうのが続いてた。なるほど、そういうことか。バイト忙しかったんや。お疲れ。めちゃくちゃお疲れ。ほんとに日本ダービーはダノンベルーカが本命。お、ツェポンどうなるか。あのね、当てるしかないよ。当てるしかない。本当に当てよ。ここまで来たら、どこまで来たらやねんって。明日と明後日はないからよしって感じ。あ、やったね。
じゃあ また来れる。明日も明後日も配信するべ。今日も夜またします。明後日英語、明後日英語のプレゼン、そんなんあるん？大変すぎる。なぎちゃん人気すごいよね。つよぽんさん、ひるさんお疲れ様です。夕方天秤は BS 吉本やってほしい。お、絶対楽しいやん。絶対楽しい。それニッキーさんこんにちは。こんにちは。夜は23時頃予定です。ワンチャン9時ぐらいから1時間ぐらいできるかもしれない。9時半とかか、9時か、ワンチャンできるかも。うん、あ、そうなんや。明日は9時からゆうりたんのインライがあるから、それ私が行くよね。だってゆうり結構インスタライブしてんのかな。ワンチャン今からお寿司食べに行ってきますので、私は家族でお寿司食べてきます。ロングコートダディさん、夕方 NMB 知ってる？皆さん、夕方 NMB さ、知らんな。あ、告知がある時だけ。なるほどね、いいな。だってフェリシアさんこんにちは。あ、ロングコートダディだって。ロングコートダディさん、私ダイアンさんの時からな。うん、ロリアンおじちゃんこんにちは。たくさんの人が集まってきてくださったということで、ちょっと一回もう一回告知してもいいですか。皆さん、告知してもよきですか。夕方テレビ出たことがありますか。ありますよ、いっぱい出させていただいてました。ココナーさん、ココナ XP さん、こんにちは。いいなー、だって。いいなねえ、ずっと見てなかったらわけわからなくなってくるのはわかる。そうなのよ。はい、よきよき。お、というわけで、じゃあ告知させていただきます。なんとですね、まず5月29日のオンラインお話し会が売り切れました。やったー、完売です。ありがとうございました。本当にありがとうございます。完売、お話し会完売ということで、むちゃくちゃ嬉しい、超嬉しいです。うん、話し会完売なので、29日お話ししてくださる皆さん、よろしくお願いします。楽しみにしてます。そして、これはありがとうございますの、話やったんやけど、6月12日、2時からね、1,2,3,4部対面のお話し会があるんやけど、その対面のお話し会ももう2部と3部と4部が売り切れちゃって、あと1部の4枚のみ、4枚かな、私が昨日チェック、皆さん教えてくれたのと私がチェックしたのは4枚のみやったんやけど、そう、その4枚が売り切れてるか今どうかちょっと分かんない。でも昨日の時点であと4枚だけあって、なのであと1部だけです。はい、あと一部の4枚で売り切れちゃうぐらいまで来たので、ほんまに皆さんすごいすごいです。めっちゃ楽しそう、もうワクワクが止まらねえ。というわけで皆さん本当にありがとうございます。ただね、あと一部まだ残ってるので、まだ悩んでいる方いたらぜひぜひお早めに申し込みしてください。でもって、バーベキューイベント、そのね、対面お話し会の後にバーベキューイベントがあるんやけど、そのバーベキューイベントはまだまだチケットがあります。実はこれ言っちゃうとまだまだあります。はい、むしろもうちょっと来ていただきたいという感じでございます。うん、6月12日まだ予定ないよっていう方いたら、よかったら来てくれるとむちゃくちゃ嬉しいなって感じです。ズーちゃんさんこんにちは。池さん、グッドスプーンのコラボ商品あればか。私昼型夜型いろいろあったよね。確かにいろいろあった。チップさんこんにちは。こんにちは。ん、チューちゃんがおるの、ここに。かわいいチロちゃんがダビー当てないと。吉本さん当ててください。ぜひぜひ、本当に当てよダビーなので、
しまって、やべやべ、よいしょ。で、あと、もう一個、6月の25日に東京の荒川区で荒川祭というお祭りがあるんですけど、アイドルさんたちがねいっぱい出るお祭りなんやけど、それの MC もさせていただくことになりました。はい、私は踊ったり歌ったりとかしやんねんやけど、可愛いアイドルちゃんたちが踊ったり歌ったりするのの MC をするので、もしよかったら会いに来てくださると嬉しいです。はい、全部ツイッターに、URL が貼ってあるので、ぜひぜひいらしてください。ツイッターまで来てもろて、で申し込みポチッとしてもらえたら私はもう本当に嬉しいでございます。はい、一番キンキンで言うとバーベキューイベントかな。うん、翔平くんこんばんは。冷しゃぶいいな、冷しゃぶ食べたいなと思ってた。え、なぎちゃん夕方してて、そうなん。 BPM さんこんばんは。そうなので、以上告知でした。乾杯おめでとう、ありがとう、めっちゃ嬉しいんだが、超嬉しい。え、バーベキューも乾杯させたいな。ね、バーベキューも完売させたい。バーベキューね、あとね結構まだねいけるよ。うん、まだ実はいけちゃう感じ。夜ご飯考えて、晩ご飯考えてない？ツイッター見方わかんなくてお話しか取れなかった。え、マジでヒロさん見方わかんなかった？嘘じゃん。バーベキューの新情報ありますか？だって新情報、新情報まだないです。新情報はないけど絶対来たら楽しめるっていうのはあるよ。やぶしてしまいましたが、妹、姉が NMB 妹 STU ですね、でしたね。今日のバーベキューイベントのドレスコードは白です。やばいね、汚れちゃうよ。大丈夫。戦闘サウナめっちゃいいやん、吉村さん。ペペさん、え、カニキャラメル味、あれキムチーズじゃなくなってるんだけど。そう、 NMB 確かにいっぱい兄弟いましたね。うんうん、タムネキさん、だるまさんいっぱいないそう、ありがとうございます。ツイッターわからへんっていう方はね、ツイッター私のツイート見てもらったら、あ、今日は後で本なら、ここにも書くわ。そうだね、今書けるかな私、どこや、 iPad、 iPad あった、ちょっと待ってよ皆さん、よいしょ、ピーちゃん待って、ピーちゃんならよいしょ。ショールームのさところにバーベキューイベントのさアカウントを貼っといたらいいんじゃねって思って、あとツイッターもさ、固定ツイートにしてたらいいんよね多分。やんね、固定ツイート、オッケー、固定ツイートしたよ。 B 級味覚、何それ。だるまさん100個ナイス、たまねぎさんありがとうございます。なぎちゃんの YouTube にやぶした姉が出てた。嘘、そうなん、しゅうちゃん、やぶした姉っていうのがさ私すごい違和感なのよね、しゅうちゃんなのよ私の中で。私の中でしゅうちゃんやからさ、え、どっかでさショールームのどっかのページにプロフィールのところに載せてたらいいかな。プロフィール、配信ルーム管理、これサムネイル、ルームの説明じゃないよね、ルームの説明じゃなくてどこに載せてたらみんな見やすい、マイページ、マイページプロフィール、マイページのプロフィールに載せてたら見れるかな。ヤンチクルさん西プチコースね、すぐ高木さんこんばんは。アメちゃん差し入れよって、かわいいアメちゃん、よいしょ。紹介文、紹介文のとこじゃない、やっぱり
どこを見たらいいん？どこみんな見れる？え、教えてください。 URL とかをさ、ショールームに載せるってなったらさ、マイページの紹介文、それとも配信のルームの管理のところのやつ、どっちがいいですか？どっちが一番見やすい？50カウント完了、ナイス。カニキャラメル味さん、カニキャラメル味は嫌だな。カニキャラメルは絶対まずいやん。あ、マイページからのプロフィールの方が見やすい。じゃあプロフィールのところに、ほんなら載せるわ。 URL とか、ヤくんこんばんは、バーベキューイベントって書いたらいい。BBQ イベント、バーベキューイベントをもっと増やしたい、マジで。私はイベント6月、え、ちょっとね、うざいぐらい告知しちゃうかも。みんなも告知よかったら一緒に手伝ってください。いけないよという方もぜひ告知だけでも手伝ってください。6月12日、よっこらせ。お疲れ様、ナイス、ありがとうございます。 YouTube の下、 YouTube の下って何？え、じゃあやっぱそれあれやわ、紹介文じゃないかも。 YouTube 載ってるの多分あれやで、配信のルームのとこや。ショーも言ったことついたらしたら、あ、そうなん、変わった説が変でした。すごい、プロフィールなんで YouTube のリンクの URL の下に、プロフィール、ほんならやっぱりあれやんな、神田美香ってルーム説明のとこや、ほんならやっぱりルーム説明のとこやな。ありがとう玉ねぎさん、お疲れ、ナイス、また後でやで。まずそうすぎる、カニキャラメル絶対まずい、あれをやってんの。絶対まずい味をこう選ぼうとしてます、毎日ひょっとして。バーベキューイベントをとりあえずあれするわ、プロフィールのところに、絵文字とか載せてた方がいいかな。肉、肉、肉、 OK、 こんな感じ、更新する。一応今投稿しました。まずそうな組み合わせで遊んでます。やっぱり遊んでた。川端先生、アニメが好きですね。ねえ、愛を感じて私も嬉しい。関西に住んでたら行くけど、ねえ、やくん来て欲しかったんだけど、本当に。今は拠点は大阪とスペインです。配信ページの左端っこにツイッターやインスタのリンク載せるのどうやるんだっけって。え、どういうこと？全然分からんかも。うん？思ってるより分からんかも。とりあえず一応書いたけど、後での配信で教えてもらおうかな。思ってるより分からんかった。難しいお話でした。誰かは知ってると思う？シロルン、下降りる、降りる下。あ、グリオンだけかっこいいやんやって。え、頑張ろうと思っててさ、今、うん、っていう時にコロナでいろいろつまずいてしまいまして、ちょっと大変なんですけど、今はね、日本にでも帰ってきてるの。そう、でもまだまだ海外でも日本でも頑張ろうと思ってるので、
よかったら応援よろしくお願いします。日本にいる間しかねこれイベントできないから、そうまだいつスペイン戻るかとか決まってないねんけど、もしよかったら応援してください。ぜひぜひ、はい。そうなので、今日の夜の配信は多分9時半ぐらいから30分ぐらいと、11時ぐらいからかな、やろうかなって思っておりますので、もしよかったら、次通知来たらぜひ来てくださると嬉しいです。あ、我も半年ほどグラナダに住んだことある、インスタでも書いたかなって、聞いた覚えありますよ私。うん、すごいね、グラナダってなかなかすごい、あんま選ばなくないです？お仕事でですか？やんちゃくれさんが調べてみるわって、かっこいい、お願いいたす、お願いいたす。ほんなら一旦ここで配信終わりまして、でまた夜、多分ですけど今からお寿司食べに行くんやけど、多分9時半ぐらいから30分ぐらいまず配信して、11時ぐらいから、配信また始めようかなと思ってます。また通知来たら駆けつけてくださると嬉しいです。はい、というわけでラジオ配信だったんですけど、楽しんでいただけましたでしょうか。ランキング読みたいと思います。いきます。13位ヨーヨさん、12位ただゆきさん、11位オーナフヒトさん、10位つよぽん、9位むらゆきさん、8位なべちゃんさん、7位コンペトさん、6位みっちゃんさん、5位フェリシアさん、4位ゆきおさん、3位手巻き寿司おさん、2位やんちゃくれさん、そして1位はたまねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございました。いや本当に本当にありがとうございました。はい、というわけでまたほんなら後で会いましょう。お土産よろしくお願いします、任せて。お待ちしてます、待ってて。バナー鍵付きの、わかんねえ、ちょっと後で見るな。ほんならね皆さん、また後で会いましょう。今のうちによかったらバーベキューイベント申し込んでおくのはありやで。ほんならね、ありがとうございました。バイバーイ、またねー。